1月7日月曜日午前中の取引を終えました。日経平均株価は大幅な反発で終えました。午前中の終値は先週末に比べて551円41銭高い2万トンで113円37銭でした。2万円の節目を回復しまして3日ぶり反発です。トピックスも先週末に比べて 41.7 ポイント高の 1512.87 と、こちらも節目の1500ポイントを回復しています。そして新興市場も堅調な動きでした。マザーズ指数が32ポイント高の859ポイント 3.8% の上昇、ジャスダック平均も70円高の3271円ということで、こちらも 2% 強の上昇でありました。先週末アメリカでは雇用統計、こちらが市場想定よりも強く出たと、さらにパウエル議長の発言がありまして、金融政策については時々の経済指標など情勢を織り込みながら、考えながら金融政策を弾力的に調整していくと、そうした発言が飛び出しました。それを受けてニューヨークダウが700ドルを超える上昇で終えて、それが今週明け週明けの東京市場に跳ね返ってきています。日経225の冷やしチャートをご覧いただきましょう。こちらですね、今日は5日移動平均線、この緑色の線からやや上方上の方向に位置しています。ただこのオレンジ色の線25日、ブルーの線、一番上のブルーの線75日ですが、25と75にはまだまだではありますけども、3日ぶり反発であります。年末この辺り大きく崩れたというのがパウエル議長および FRB の動きが主因、主な原因かと思われます。パウエルさん、 FRB は今年ですね、2回の利上げ、市場は今年は利上げがないんではないか、あっても1回ではないかという想定の中で、2回というのが12月 FOMC で発表されたドットチャートから読み取れたということで、利上げ強行路線ではないかと、そのあたりから大きく年末日米とも株価が崩れました。パウエル議長、週末の機会を狙ってたんでしょうか、講演で金融政策についてはあくまでも足元の経済情勢を踏まえて弾力的にやるということで、ややマーケットフレンドリーな発言をしています。これを受けて日米とも大幅高というのが直近の動きです。またアメリカ米中をめぐっては、事務次官協議ですね、米中の次官級協議を再開するということで、貿易摩擦の回避に向けた動きが出てきています。これを受けて今日買われているのが海運株です。例えば9107川崎汽船になります。川崎汽船、じわりと値を戻すような、上を指向するような動きでありまして、今日の午前中の段階で終値は1395円と、先週末に比べて 6.4% の上昇でした。中国、アメリカ、次官級の通商協議を今日明日で再開するというふうに伝わってきています。また年末に売り込まれていたような東京市場の主力銘柄、特に理由もなく、指数全体の動き、マーケット全体の動きと連動して売られていたようなところ、今日資金が戻り始めています。例えば6594日本電産であります。業績はいいんですが、マーケット全体の軟調さから売られていたと、特に個別に理由なく売られていたような銘柄に資金が今日戻っていまして、日本電産も今日は 5% 近い上昇でした。今日のマーケットは、先週末のパウエルさんのマーケットフレンドリーな発言、そして米中の次官級通商協議の再開と、そのあたりを交換して3日ぶり反発でした。以上、全日経の模様を東証アローズからお伝えしました。